どうもゆくよです。本日は西武の外崎修太選手について解説していきたいと思います。外崎選手はセカンド B、 弾道高弾道、ミート、パワー、走力、それぞれ高い数値を誇っています。守備適性が78なので、特殊でセカンドを A にすることができます。サードはギリギリ C に届かないですね。外崎選手が強い理由として、弾道が高弾道である上に超広角打法を持っているのでかなり打ちやすいです。ミートがまあ若干低いんですけど、それも選球眼によって補うことができます。そしてこの第三特殊能力が今回から守備職人になったんですけど、この守備職人がファインプレーが出やすいのが外野の時なので、まあ、あんまり関係ないですね。送球速度がダウンしない点につきましては、まあ、ゲッツー取りやすいっていうのと、二遊間の間に打球が行ってくるっと回転して投げるときに送球速度がダウンしないっていうことだと思うんですけど、まあ、そこをもともと第三特殊能力だった走塁と比べてどう感じるかってところですかね。はい、ではここで過去版をちょっと見ていきます。外崎選手が元になったのはこの2020年シリーズ1ですね。能力は同じなんですけど、この第三特殊能力が走塁なんで、リアタイ的にはこっちの方がありがたいかなって気がしますね。はい、でシリーズ2ですね。シリーズ2の外崎さんは基本は変わんないですけど、この第二特殊能力が選球眼下位なんで、まあ、こっちの方がミート上昇しやすいって感じですかね。はい、で2021年のシリーズ1、こっちはデフォルトでセカンド A になってます。ライトの適性が C になって、サードの適性が下がってますね。これは、はい、2020年のやつと同じ特殊能力ですね。セカンドの適性が一番高いのはこの外崎さんですね。はい、で2021年シリーズ2、こっちの外崎さんはミートとパワーが若干落ちてますね。でこっちではサードが C になってますね。で捕球スローイングが上昇しています。セカンド適性は81から1下がってますけど、そんなに大した影響はないですね。ライトの適性も若干上がってます。この外崎さんも選球眼下位になってるんで、この外崎さん結構強いですね。一番強いと思ってるのがこの外崎さんで、さっきのやつからプラス1上がってるだけなんですけど、走力が上がってるので単純に守備範囲がちょっと広くなってるっていうのと、あとはこの第三特殊能力が選抜なんで、ミートが上がりますし、制球もダウンして球威も下がってるんで、球威が下がってるってことは単純にパワーアップしてるのと変わんないと思うんで、他の外崎さんよりはホームランとかも打ちやすいのかなっていう気がしますね。なんでこの外崎さんを持ってる人はあとちょっとすればもうスピーツ100しか変わんなくなるんで、スピ解放すればあんまり継承しない方がいいのかなと思っています。自分の持ってる外崎さんはこのアニバのやつなんですけど、飛ばし屋をつけることでミートとパワーがそれぞれ B と A に乗っています。特殊も全部やってるんで、まあ、補給をもうちょっとで B、まあ、届くんですけど、まあまあって感じですね。でこの選抜の特殊能力が発動率 100% っていうので、これはさすがに走塁とか守備職人よりもいいのかなって思ってます。肩が、そうですね、肩とかが強い分、スローイングもですけど、
守備職人持ってる友崎さんよりも守備うまいのかなっていう気もしてます。友崎さんの、西武純正の時の使い方としてはセカンドに浅村さんを置いてるんで友崎さんライトで使うんですけど、 GG 佐藤さんを手に入れたら GG さんライトで友崎さんセカンドにしてもいいかなと思ってます。はい、というわけで友崎さんの解説は以上となります。友崎さんを今まで持っていない人はもうこの友崎さんが最強になるのは間違いないん でセレクションのメンバーが判明したんですけど、その中でリアタイで強いかなと思える投手が超奪三振手を持っているであろう佐々木朗希選手だけだと思ったんで、セレクション引くくらいだったらリアタイ目線的には中村典さんか外崎選手をランキングで走って取った方がいいのかなと思っています。はい、というわけで今回累計で外崎さん出た人は喜んでいいと思います。すでに外崎さん持っている人はスピ解放で問題ないのかなとは思います。はい、というわけで外崎さんの解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。